投影させていただきます。はいはい、で、もし、まずですね、その2020年の改正というところなんですけれども、大きく分けて、このスライドのような形で改正が行われております。今日お話しさせていただく、その調査協力の減算制度等の導入ですとか、あとは課徴金の算定方法の見直しというのもされております。楽しかったですね。楽しかった、はい、いや好きに喋れるんでやっぱり弁護士の大井と申します。現在 TMI 総合法律事務所の弁護士として、また TMI プライバシーセキュリティコンサルティングの代表として、主にデータの利活用とサイバーセキュリティを担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。基本的にサイバーセキュリティの管理体制というのは、ヒューマンエラーが起こることを前提にですね、いかに IT で統制するかという、そういった、すいません、シナリオ全部無視してそう、途中から先生が全然シナリオ段取りいかなかったので、台本は作らないようにしようと。そうですね、そっちが自然に行きますからね。ただ噛んじゃうんで、あと筋だけ、そう、はい。調査委員会と一口に言ってもですね、さまざまな類型がございます。まず我々が調査委員会の委員のお仕事を受任する際には、やっぱりそれは費用にも直結しますし、やはりフォレンジックやるときというのは、そのデータ集めれば集めるほど確かに客観的な証拠が集まるのかもしれないんですけども、やっとウォームアップが終わったアップが終わった感じ。すいません、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや大変でした。フリートーク完全フリートーク全然これ使いません、ね、使った一応あったんですね。一応あったんです、はい、一応あったんですけど、TMI のランはほとんど黒かったこれはプライバシー&セキュリティコンサルティングスタイルということで、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。